田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。ビデオズ。田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今日もね、またなんか素晴らしいスタジオにお邪魔しております。今日のゲストはこの方です。はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。はい、作編曲家の岩瀬聡さんです。言えた。作業が多いからね。素晴らしいね、これね、全部すごいんですよ。もうね、すごいんです。まあ、いや。そんな強調しなくて。ああ、いや、もうすごいんですよ。はい、早速ですが、岩瀬さん。音楽歴というか、はい。どのような、ピアノとかギターやってたとか、幼少期の時は何をやってたっていうのを聞きたいんですけど。エレクトーンを1年やって、エレクトーン。その後、はい。野球へ行きました。それは自発的にですか？割と自発的に。なるほど。ああ、もうそんな、鍵盤やってる場合じゃねえと。なんかそんな感じになっちゃって。あ、じゃあその後は何ですか、中学とか高校でバンドとかをやる。そうそう、その時鍵盤です。いや、あのドラムやりたかったんですよ。ドラム、あ、じゃあバンドやるって時に、うん、俺ドラム、そうそうそう、ドラムやりたかった、はい、うん、だけどじゃんけんで負けた上に、はい、でその友達が、俺がドラムやるんだ、お前は鍵盤楽器できるんだから、うん、鍵盤楽器行けって言われて。お前鍵盤、それ何の根拠なの？いや、多分鍵盤楽器やってるって知ってたからじゃないですか。で、自分がドラムやりたかったんですけど、困ったことに、はい、そいつね、はい、ベーシストデビューしたの。かっこいい。中学校の同級生。なんだお前みたいな。まあでもいいじゃないですかね、プロになってね。じゃあ、それのバンドやってて、もう今日ね、さっくりね、ちょっと先に行きたいんですけど、プロになる、はい、あ、そもそもこうなろうと思ってました？はい。いや、なん思ってなかった、全然。これね、二つに分かれるんですよ。すげえなろうって思ってたっていう人と、いや、なんとなくなっちゃったみたいな。もう完全なりゆきですね。なんとなく、うん。それはどのタイミングでですか？音楽自体はすごい好きだったし、うん、バンドとかもやってたけど、うん、俺は無理だろうと。あ、それ僕も同じです。そんな体育会系のね、うん、なんか灰皿とかハサミとか飛んでくるような業界、俺は無理。なんでそこなの？いや、こんなの無理。って俺バイオレンスじゃねえしとかって思ってて、はい、そしたらなんか、いろんなきっかけがあって、はい、ずるずるずるってこうなんか引きずり込まれて、はい、君いいねとかって言われて、はいはい、気がついたら、はい、あのもう学校出なくちゃいけないっていう。それも普通の 大学だったんで。あ、学校は、専門学校とか行ってるんですか？もう普通の大学。あ、大学行ってて、うん、そうそう、もう卒業でみんな就活してる中、俺どうしようって。でもちょろちょろは何となくやってたんですか？やってた。ちょっとずつなんか、うん、その前に楽器メーカーでバイトとかやってて、あ、そうですね、お金ないから、うん、でそしたらなんか、君音楽業界行った方がいいよとかって言われて、楽器やってる場合じゃないって言われてそれで、いやでも全然知り合いないんですけどって言ったら、うん、紹介してあげるからって言って、はい、エンジニアの人とか、はい、マニピュレーターの人紹介してもらって、はい、その運転手からですよ。あ、そこか。まず運転手、下積みのね。まず下積みです。じゃあちゃんと、じゃあ楽器のセッティング、先にアレンジャーさんっていうか、そのマニピュレーターさんより先行って、そうです、セッティングして。そうですね、当時はやっぱりね、何十U ですもんね。そうです、まずハイエースの運転、はいはい、それから楽器のセッティング、うん、それからなんだかんだですよね、ケーブルこう差し替えたりとか、はい、そういうところからですか、ね、そうですよ ね今のね、あの方は想像つかないと思いますけど、いちいち一音ずつね録音してたんですからね。そうです。それをね、つなぎ替えをね、で、あの、そのマニピュレーターの人なりに怒られ、エンジニアの人に怒られ、ちげえって言われて、当時はまだハードディスクじゃなくてテープレコードですから、テープレ、ね、まあデジタルマルチでしたけど、うん、でそこからタイムコードをもらって、うん、はい、SBX とか、 SBX ね、まず打ち込んどけと、タイムコードがドロップアウトしてないかどうか見るとかそういうのが仕事絶対ね、今ね、これ何のことかって人も言うのもいいんです。それ大事、あの、これになんか説明しておき、ここから自分名義というか、わりかし自分の、なんだろう、アレンジャーだったり作曲家としてこうシフトしていくのは、 その後すぐなんですか？割とで、その後どうしようと思って、当時ついてた、はい、あのよくお会いしてた作曲家の先生がいて、うんうんうん、で、まあ、個人事務所やってらっしゃったんですよ、うんうん、で、雇ってくださいって言って、はい、そしたら雇ってもらえたんですよいいよってまあまあ、ちょっと考えた後に、うん、まあ、あの、ただ何でもやってもらうからねって言われて、うん、朝起こすところから、あ、はいはい、あの、だからそれこそ車運転して、まあ、だからなんだろう、書生さんというか、ね、お弟子さんというか。でも今考えたら、うん、もうその先生が呼ぶミュージシャンっていうのは、うん、とにかくもう一流しか来なかった。なるほど。だからもうみんなもうワンテイク、二テイクで帰ってく人ばっかりだったんで、はいはいはい、あれ、今考えればすごいいい
もう勉強だったな。そうですよね、うん、そういうのって多分当時さっきのあのバイオレンスっていう世界もあったと思うんですけど、うん、そうじゃない当然ね、そうですね、やつもあったし、うん、あ、なるほどね。だからそこ、まあ、今のその音楽業界というか制作のね部分で足りないのってそこですよね。学ぶことがちょっとできないのがそうそうかわいそうだなって言うと、当時はかな、まあ、スタジオじゃないと音楽が割と作れなかった時代なんで、うんうん、必ず人が集まるわけじゃない、人がね、誰かね、うん、でそれでみんなあのお付きの人だったりとかがいて、うん、そこでこう横の流れができたりとか、うん、あとそれからまあ当然あのコントロールームにいるかどうかは分かんないけど、うん、いろんなところでやっぱりいろんな作業を見れたりとかして、うん、どういう流れで音楽が作られるのかとか、うんうん、でそういうのをやっぱりあの嫌がおうでも見なくちゃいけないというか、うんうんうん、待ってなくちゃいけないんですよね、うん、それはあの意外とこれはいい勉強になるっていう。確かに。だから音楽をの作り方は、うん、作曲とか編曲とかは分かっても、うん、音楽自体を作るというのがね、なかなか学べないですもんね。人と何かをやるかっていうことっていうのが、うんうんうん、今これだけその、まあ、DTM だったり、うん、こうあの一人でやるっていうことが一般化しちゃうと、うん、もうその横の流れっていうのがなかなか作りにくいっていう、うんうん、まあ、だからそれを補うかのように最近だと SNS でやっぱ積極的にこう会ってね、そうですね、あと変な話その会うだけじゃなくてもちょっと一緒にやってみようかみたいな、ね、うんうんうん、流れもあるじゃないですか。そうですね、なんかそれをもっとどしどしやった方がいいですよね。やった方がいいんじゃないですかね、うんうん、そのスタジオで会うことがなくなったっていうのがあるんで、うん、まあ、やっぱりねそこでなんか異業種というか、うん、作詞家と、ね、作曲家編曲家とかね、エンジニアさんとか、ね、あとミュージシャンですよね。みんなこうね、うん、こうつながってやるのもいいんじゃないかと思いますよね。ちなみに何でしょう、こう人生のこう、まあ、その長くやられてきて人生のこうなんかターニングポイントっていうか、なんかこうあり、まあ、言える範囲でいいですけどあります、やっぱりそのこれで生きていこうって思った瞬間っていうか。じゃあわりかし最初の方ですか。最初の方ですね。じゃあその大学の、まあそうですよね、っていうか、いや俺どうしようって思った時です。ああ、それどうしたんですか。いやこれでやってこうと、ほう、ふんどし締めるぞ つって、おお、って感じですか、ね、すごいな。だからなるべくその時に、うん、だから音楽で仕事できるようにするっていうことを、うん、あのやって、あの自分のカラーかどうかってことはさておき、うん、その音楽の仕事だったら何でも受けよう、うん、なるほどね、っていう、まあこういうのが好きとかそういうのがやりたいとかっていうのは当然あったとしても、うん、なるほど。でも別に人生ね、どっちかっていうと自分の思い通りにならないことの方が多いからなるほど。その時にどれだけこう楽しくできるかっていうことで、なんか次が決まんじゃないみたいな、あれですね、こうなんだろう、流れに身を任せじゃないけど、まあまああの、 あの本当にこうね、そのままあの流れのまま行っちゃったらどこ行くか分かんなくなっちゃうんで、だからこうあの、まあ、2つぐらい流れが分かれた時にどっち行くっていうのを自分で責任持ってちゃんとこうっていうのは、うん、あのいつもは心がけていましたけどね。じゃあこう自分のカラーにないものでも何か楽しみというか面白みを見つけてやっていく感じですよね。そうですね。あ、なるほど。そんな感じで。なるほど。でそこでその音楽性が培われたそのなんかバックボーンっていうか、どんなのを聞いてきました。自分に影響を受けた作品とかアーティストとかってありますか。あの日本人でね、一人、はい、あのまあ、あの外国人でもいるんですけど、まま、日本人でまさか。いやまさかじゃないですけど、もうここにあるんですけど、あ、いいですね、あるんですよ、はい、僕ね佐藤浩さんがすごい好きで、お亡くなりになられちゃったんですけども、そうですね、うん、もう5年ぐらい前にお亡くなりになられたんですけど、はい、なんで興味持ったかっていうと、はい、佐藤さんが、はい、20歳ぐらいの時にピアノ始められたんですよね、はい、確か。でそれ で僕はあのアコースティックピアノをやってないっていうのが結構コンプレックスだったんで、はい、この人20歳から始めてこんな感じなんだって、うん、で僕が大体好きなあの男性シンガーのバラードの時は大体この人がピアノ弾いてる、はいはいはい、でそういうのを見て、はい、でしかもプラス、まあ、多重録音とかも早かったし、うん、ドラムの打ち込みとかも早かったし、うん、それこそあのハードディスクレコーディングとかも早かったと思うんですよね、うんうん、で僕よりだから、もうだから30ぐらい年上にもかかわらず最先端を追っかけてって、うん、でちゃんとヒットも出してっていうところがすごいなと思って、もうじゃあこれはよく聞きまくったって、これはもう聞きまくったやつですね。おまけにこの時にアシスタントエンジニアやってた人が知り合いだったりするんですよ、はい、じゃあいろいろ話聞いちゃったり、いろいろ話聞いちゃったりとか、なるほどっていう、じゃあそのなんとなくこう佐藤さんのこうなんだろう、生き様というかも含め音楽性も含めわりかし全てに影響を受けてるから、ピアノうまいんだけれども、うん、そういうアレンジもうまくって、うんうん、あのまあ、イメージで言うと、まあ、生ピも弾けるんだけれども88件のマスターキーボードで、うん、あの
音源をこう、うん、弾いてね、いろんな、うん、いろんなサウンド出しながらみたいなタイプのキーボーディストアレンジャーが基本的に好きなんですよ。なるほどね。ああなるほど。じゃあまあじゃあ、と言いながら、まあ、もう少し昔、はい、なんだろう、小学校中学校とかその辺の時は何を聞いてました。やっぱね、ねその当時は歌謡曲、歌謡曲というか、あの、ね、一番最初はなんだろうな、やっぱ歌謡曲だと思うんですけど、うんうん、当時から割とアレンジっていうことにはすごい興味があって、はい、意識して聴いてた、意識して聴いてたんですよ、うん、で、あの、まあ、小学校6年の時に鼓笛隊っていうのをやってて、うん、でそれはまあ選抜メンバーでやるんですけど、うんうん、まあそのアレンジがくっそかっこ悪かったんですよでもオリジナルの曲はすごい知ってるわけですよ。なるほど。で、その、あの、まあ、シングルなを、あの、知ってて、なんだこのかっこ悪いアレンジはって思ってて、うん、でアルバムを買ったんですよ、はい、アルバム買ったら別の人がアレンジをしてていやでもこれはこれでかっこいいな、あ、なるほど、これアレンジって結構大事なんだなって思って、編曲って書いてあ、じゃあもうそのそこでもう編曲っていうのを意識したんですね。すごい意識して、でそれで結局こうやっていろいろこう、まあ当時こう、うん、まあアナログ版変えるのも結構限られてはいたんで、はい、そうですよね、うん、でもそうすると意外なことにこうやってみると、当時の日本ってもう完全にだからその数がかなり限られてるわけですよね。あの売れてるものに関して、うん、アレンジャーとかミュージシャンとか、ね、はい、もう大体もうあのいつもので中学校ぐらいからもうクレジット引きするようになっちゃって、はいはいはい、だからもう表の看板の人どうでもいいからっつってこうやってピッとこうやって出して、あ、これやってんだっつってこうやって、そういう感じでした。ああ、なるほど。じゃあ洋楽も同じようにそうやって聞いてました。で、大体その当時の、はい、邦楽のミュージシャンっていうのは、はい、こう誰が好きだとかっていうと、あ、言いますよね。そう、うん、言うじゃないですか、うん、例えばデビッド・ホーサー好きだとか、うん、フィリップ・セスが好きだとか、うん、ブレッカー好きだとか、ブレッカー好きだとか、なんかそうやってこれどういうあれなんだろうっつってこうやって、うん、追っていく感じですね。追っていく感じです、ね、大体そうなって、本当に稀に、ね、全く聞かなかったって人もいるんですけど、まあほぼほぼ大体そういう聞き方をね、うん、やっぱり当時から意識して、おかげさまで全然友達いませんでしたまあそうですね、友達いないねなるほどね、そこはねしょうがないですよね。わかりました、はい、ありがとうございました。それでは岩瀬さんのお気に入りの機材を紹介していただきたいと思います。じゃあ、まあ、DAW ですね、メインの DAW、 これはデジタルパフォーマー、もう DP 一筋ですねミディにおいては。一応でも、プロトゥールス上でもミディはあの扱えるようにはしてるんですけど、そうですよね、まあ必要ですもんね、こっちの方が3倍ぐらい入るのと、あと、はい、ライブでキーボード演奏しながらシーケンス出してることが多いんですけど、はいはい、まあそうするとこのチャンクっていう機能がございまして、そうですよね、もうこれがないとあの、はい、ちょっとやっぱ演者として出しながらっていうのは無理かなと思ってる、はい、その通りだと思います、はい、まあそんな感じ、耳が痛いですはい、そうですね、はい、じゃあそして、スピーカーは、ゼネリック、8020です。8020ですね、はい、一番最初のやつです。なるほど、ずっと使ってます。はい、そしてオーディオインターフェースがベビーヘイスプロ、ベビーヘイスです、ね、はい、はい、これ音質とかで決めた感じですよね。そうですね、いいですよね、これいいと思います、うん、コンパクトクロックもすごいいいし、うん、素晴らしいと思います、はい、じゃあわりかシンプルな、もうあの全然あの、うん、10年ぐらい前まではそれこそもう 20U、うん、30U とかやってたんですけど、はいですね、ある日いきなり全部ドーンってなくしました、はい、ああ、なるほどね。でライブの仕事もやるんで、うん、あのキーボードものの音源は残してはいるんですけども、ね、はい、それもだいぶもうなくなりましたから、ね、なるほど。なんか好きなこうソフトウェアとかありますか？今ですか？あ、まあ、あの割と皆さん使ってるのと一緒だと思いますけど、最近一番ハマってるのはメインステージです。メインステージ、アップルのですよね。はい。ああ、それはライブでですか？ライブ用の機材ですけど。はいはいはい。まあこうあれですよね、こうスタックしたりとか、はい、そうですね。プログラムチェンジで、ね、あの音色変えたりとか。楽ですね。なるほど。未だにあのプログラムチェンジばっかりやってるキーボードですな。プログラムチェンジね、もう今の人には何のことやらって感じですね。まあ、PG です、PG。未だにあのMIDIケーブルいっぱい出てましたから。そうですね。化石。そしてあのまあマイクプリはね、後でねこうインサートしますけどね。はい、はい。ユニバーサルオーディオのこれ何ですか？610。そう、610とか。ですよね。あとチューブテックのメック1とか、うん、MEC1 とかですね。はいはい。そして素晴らしい素晴らしいスタジオにはこの横にブースがありまして、まあ、ここで本ちゃん撮ったり、まあ、プリプロしたり、ね、そうですね、はい、はい、そんな感じでいろいろ聞いてきました、いかがだったですか。いやもうなかなかねこうやって自分のこと語るっていうのはね
そんなにないので、そうですか、まあ、立場的にそんなにあのこう自分のカラーを押し出さないでやってる方が多いんでね。昔あのとあるメーカーのディレクターさんにね、岩瀬君は特徴がないのが最大の特徴っていうね、褒められてんだか褒められてないんだかなんですかそれ特徴がないのが最大の特徴らしいですよ。ああそうか、それ、まあ、実際は結構よく喋るんですけどね。そうですよね、うん、あのめちゃめちゃ喋りますよくあの今喋っていただいて、あの今回やりやすかったなっていうのはあるんですけど、なるほど、あなるほど。今後のなんか目標とかありますか。まあ音楽でも別に趣味でもいいんですけど、なんかありますか。あのなんかこうもう新しいことチャレンジするっていうのはと、うん、あるんですけれども、はい、なんかあのもう僕はもう僕のままでいいかなと思って、だから僕がいいなって思ったことだけ新しいことやっていこうかなって思って。なるほど、うん、なんかこう今構想に入ってるものとかあるんですか。なんか言えるもうとにかく、何トラック数は少なめ、うん、テイク数は少なめ、うん、とかっていう感じで、うん、もうこうもうそぎ落として、もうそぎ落としたもんで、うん、もう音が少ないの、一個一個の音が太いみたいな、うん、そうです、うん、そういうのやりたいなと思って。いいっすね、それね。それだったらね、あのマスタリングでガンガン音を上げてもね、いい感じですよね。そうそう、あとコードチェンジの少ないもの。じゃあワンコードで。いやだからなんか盛り込むのが悪いとは思わないんだけど、うん、いやそこまで盛り込まなくてもいいでしょ。情報量がね、ちょっと多いですよね。情報量多すぎて。確かに。あの別にこれ年食ったからとかそういうことじゃなくて。いや違いますよ。うん、世界中のヒットチャートを見れば分かるように、うん、やっぱり音数少ないですし、それは新旧関係なくね。そう。うん、あとテンポの遅いもの。テンポの遅いものね。喧嘩売ってんのかってなったかな。わかりました。はい、ね、今日はいろいろありがとうございました。はい、はい、今日のゲストは、作演曲家の岩瀬聡さんです。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあまた次回までお楽しみに。